ガーってやると絶対唇切れるから良くないよ。まあ別に今は切れなかったけど。いやー、ようやく呪いが解けた。あの、俺はあんまり好きじゃないツイッターのやつがいて、で、そいつと仲のいいフォロワー2人くらいが、あの、ビートルズ関連のやつで俺ビートルズ聞けなかったんだけど、やっと解けた呪いが、なんか楽になった。時が風化して、みたいなのを聞けた。エリーナ・ラグビーと。好きなんだよ、俺。ビートルズ、やっぱり。ビートルズ、いいじゃん。やっぱり。ビートルズいいな、やっぱり。にわかだけどね、有名な曲しか聴いてないけど。全然もう有名な曲しか聴いてない。ワンピース考察ね。いやー、黒ひげってどうなんだろうね。人のやっぱ倍を生きてるっていう、その今アニマンチャンネルで見たけど、人の倍を生きてるっていうのが、そのなんか人気者とかで使われてたっていうらしい。でも小田先生人気者とか好きだから、それもあるのか、本当にかけてるのか。もし睡眠時間がそもそもないっていうか、魂みたいな人格みたいのが入れ替わってて寝れないみたいな。で、夜に泣くっていうのと、やっぱ月っていうのはすごい大事な描写なんですよ、ワンピースにとって。月ってすごい大事なもので、意外に結構大事な時とかに月だったり、そもそもエネルが月に行ったりとかで、 D は半月を表すんじゃないかとか言われてて、月っていうのがすごい大事で、で多分ね、黒ひげの幼少期がね、体育座り、三角座りっていうのかな、あれをしながら泣いてて、で月が出てるって感じだった、三日月。でも一応調べときます。あれ言って申し訳ねえけど、ワノ国編で、この、なんだろうな、ヤマさんって呼ばれてる、わかんねえ、白豚、でけえ豚。でけえ豚が出たのを、でけえ豚が出てきて、一個、なんか説明してたやつは、どうなのっていう、やつは違ったんだけど、でも、マネマネの身なので、全然同じ可能性もある。それを誰かの顔をコピーして、やってるって可能性もある。そこに出て逃げ遅れてる中に顔が似てる人がいたら、そういう可能性もあるかもしれない。まあね、でも違うんじゃないかな。でもなんか、被せるかってなるけど、ね。だ、下手したらそいつがマネマネの身を食ってて、それもなんか言ってるのも、なんか呪われた子、みたいなことをおでんを言ってたので、まあでもないとは思うけど、呪われた子って言うのかな。おでんが、まあ、よくは分からんが、いやー、でもやっぱ黒ひげの子、でもやっぱり小田先生ってすごい黒ひげっていうのだから、人の倍を生きてる人生、人の倍を生きてるお前がっていうのがエースの2倍なんじゃないかっていうと、ほぼ似てるけど、どうなんだろうね、その表現難しいよね。人気者であるのか、人気者にも欠けてるんだけど、本当はそういうのもかかってる可能性もあるね。人気者のそういうセリフも言ってみなかったんだけど、もう一つ欠けてる。あの、やっぱ点点点ってつくの結構大事なんですよ。大事なものがあるよって神木さんか誰かが言ってて、あの、ただのそういうセリフじゃないと思うんですよ。黒ひげは異形って呼ばれてたりするので、夜に泣いてるっていうのもよくわからない。まあ、一人ぼっちってのもあるんだろうけど、夜は寝るじゃん。ガキでも。でも、ま、孤児っぽいから、あんまり、ね。でも、そもそも小さい頃からやっぱり悪魔の実を狙ってたのかな。でも、ロックスは赤ひげじゃないっぽいね。赤ひげだったら面白いなって思って、面白いっていうか、白と赤か、みたいな感じになってくるけど、ひげがあんまないからさ。赤ひげじゃなかった。いや、わからない。赤ひげのロックスかもしれない。まだ確定はしてないけど。まあでも多分違うと思いますが。あれ？俺が見ようとしてたのはなんだっけ？うんち、うんち、うんちち、うんち、うんちちち、ティーチだ。でもこの決闘でやっぱそのシャンクスとかに、ここどっちだっけ、どっちか分かんないけど、傷がついたりするのかなね。うわ、おもろそう。もうおもろい、おもろい、おもろい、やりすぎ。
本当に面白すぎないか、ワンピース俺大好きだし、めちゃくちゃ面白いし、いやーでもね、小田先生ってやっぱなんだかんだ言って伏線全部回収しそうだけどね、なんかもうそこまで調べたんだら全部やりそうだよ、あの人ね。でもワンピースの話でさ、さっきやめたけど、なんか一回やめたんだけど、またワンピースの話したくなってさ、黒ひげなんだろうね。でも俺さ、アシュラはどうなの？ケルベロスって説はいっぱい出てるけど、俺アシュラなんじゃないかなって思うんだよな、普通に。でもアシュラはやっぱまた違うのかな？三徳、三面鬼神の。だって骸骨三つだからアシュラじゃないの？アシュラ。アシュラじゃないの？もしかして鬼鬼の実モデルアシュラないかな。でケルベロスだったらさ、骨6つあるじゃんあれ。うん、ってことは6つってことはさ、まあ、6つってか骨は3つなんだけど、ボンポンってなってるじゃんね。腕6本ってことかな。でもそもそもジョリーロジャーっていうか、普通の海賊船が骨が2つだから、それがなんか何を意味してるのかわからない。でも俺アシュラなんじゃないの？逆にってか、でもアシュラだと心臓1個しかないのかな、わからないんだよな。別に口が3つあろうとも、口があればあるほど魂がっていう、その能力が魂に入ってんのか心臓に入ってんのかわかんないんだけど、心臓と魂っぽいんだ多分。能力者の心臓ってなんか悪魔の身みたいな心臓だと思うの。悪魔のその葉っぱの部分だけがなくなったまがまがしい心臓になってると思う。なんだよな、なんか。D の一族の特殊体制ってなんかあんのかな？ D の 一族ならではの受け継がれる意志。あのこれもちょっとネタバレね、進撃の巨人みたいなもんか。進撃の巨人の中の進撃の巨人みたいに、そんな能力が D の一族にあったりするのかな。なんだろうな、 D の一族って。脈々と受け継がれてきた、その全てを背負って世界に戦いを挑む者が現れる。戦国たち、戦国、お前らはそれを恐れてるみたいなことが白ひげが言ってた。そこまで知ってんだね。まあ、ロジャーと話したからね、全部聞いたんだろうね。すごいな。でも、あれは多分ね、本当に最後の最後だと思うのよ。最近じゃないよね、ロジャーのあれは。渡航中でしょ？ラフテル行った後、ね、うわ、でもこれから話の物語になるのかな。もしかしてちょっとラフテルちょい見せしてくるかもね。別にラフテルとワンピースもまた違うんだろうな。でも指針は最後の島を指すらしいの。それは嘘じゃないらしいんだって。指針は一本の最後の島に行くんだけど、別にラフテルじゃない、そこは。なんだろうね。シャンクスたちは指針の最後の島で待ってるとか、どっちだろうね。最後に海賊王になるって言ってるから、その誰かが言ってた黒ひげが一度海賊王になるって面白いなって思う。最後にって強調してるから、やっぱりね、ルフィは一回負けるんだよね。まあ、あの漫画よく負けるもんな。漫画って言っちゃいけない。ルフィめちゃくちゃ負けてるからな。なんかもう、引き分けみたいな戦い多いよね。だってさ、よくよく考えたらクロコダイルだってあれ、別に勝ってないですよ。あれ引き分けですからね、普通に。
ロビンがいたから死んでないだけで、あれ引き分けですよ。あれほぼクロコダイルファンだったらあれはもう絶対引き分け。でも海賊の戦いっていうその生き死にを考えたらほぼ引き分けみたいな戦いだから、やっぱ黒ひげって、あ、黒ひげじゃない、クロコダイルってめちゃくちゃ強いね、そう考えたら。でもみんなクロコダイル最弱、みたいなこと言ってるけど、ね、やっぱ黒ひげちゃんと強いんだ。あ、黒ひげって言っちゃう、クロコダイルが黒が一緒だからクロコダイルちゃんと強いんだろうな。でも体が異形って何なんだろうな、寝れない体質みたいな。でも明らかにやっぱり物語の初登場って結構さ、明らかに歯がいろいろ違うんだ、上が違ったり下が違ったりするんですよ。でミスリードなのかな。でも明らかに魂があるし、なんだろうな、ワポル桜王国じゃない、もっと今現桜王国、もっと何王国だっけ、ドラム王国か、ドラム王国だっけ的な場所だったわけじゃん。だからやっぱりドクタークレハって140歳、今新世界編で言うと141歳なんですよ。やっぱなんか知ってるんだろうね、ドクタークレハ。だってそもそも D の一族、とんでもねえ船に乗っちまったねえみたいなこと言ってたから、めちゃくちゃドクタークレハはとんでもない医者なのかもしれない。めちゃくちゃすごい医者なのかもしれない。ドクターベガパンク級、ドクターベガパンクみたいな、科学のベガパンクね、医術のクレハ、それくらいもうめちゃくちゃすごいんじゃないかな。黒ひげが襲うってことは、あいつなんだかんだ言ってさ、作戦立てたりするんですよ。その間の作戦みたいなのは結構適当かもしれないけど、やっぱ目的はちゃんとあるんですよ。で、ドラム王国をなぜ襲ったかって話ですよね。うん、ランブルボールについてなのか、 D の一族についてなのか、どこでそこに行くっていう情報を知ったんだろうな。航路上にあったから貨物、まあ普通にさ襲うじゃんあいつら、ちゃんと海賊するのよ。なんかそのカウボーイ、そのバナラ島でもちゃんと盗みボコボコにしてたし、住民ちゃんと海賊するのあいつら、ちゃんと殺すし、うん、ちゃんと海賊なら悪い海賊、悪いっていうかあれが普通の海賊、うん、悪いって言っちゃったけど、ルフィとか白ひげとかそういうの見すぎちゃって、ね、でもそもそも黒ひげはそういうのじゃない。でもそれもなんか小説版だから合ってるかわかんねえけど、いいも悪いもないよみたいなこと言ってたんで小説に。やめときな、この世に正義か悪なんか答えはどこにもねえだろって言ってましたよね、ハニヤバルぶっ飛ばした時。でもあの攻撃面白いね、黒ひげって。なんで顔を下に下げるんだろうね。サーキスビッグナイフ、ビッグナイフだっけ、サーキースを攻撃した時もザコニャよ、今日なんだね、世はねえみたいな、興味がねえ、プシャーってやってたんですよ。でハンニャバルを押しつぶす時も頭下げてる、感謝なのかな、成り上がらせてくれてありがとうみたいな、感謝してるのかもしれない。まあ、ちょっとしたかっこよさみたいなのあるよね。やっぱ独特な攻撃方法じゃん、白ひげだってこうやってさガーンって殴るってさ、やっぱそういうキャラごとに変わった攻撃方法っていうのをやってるんだろうね、小田先生。そういう変な攻撃方法みたいのをやってんのかもね。面白いもん、エースぶん殴るときこうですよ、こうゴキゴキゴキみたいな、そんな感じだった気がする。そういうのちょっとやっぱこだわってんだろうね。まあ当然、まあこだわりすぎの人だからな、まあ、そういうとこもキャラ付けみたいので技もちょっと個性的にしてるよね。ビッグマムだってさ、パンチすりゃいいじゃん、あれ。こう、肘で受けてんのよ。肘ってなわけじゃないけど、ガンって受けてんの。あれ別にパンチしてないんですよ。すげえ。あと俺、肘汚いんだよ。うん。面白いなって思う、小田先生の方は。雷鳴発揮とか。ボーンってさ、こういう攻撃とか。小田先生面白いな。やっぱ個性がすげえなっていう。構図的ななんか、おもろいよな。
いやでも黒ひげもやっぱ重要なキャラでね。だからかな、島を2つ置いたのって、あの新世界の最後の島とラフテル、やっぱラフテルが黒ひげなのかな。でもシャンクスが最後って言ってるから、やっぱり玉のりみたいな感じで、ほんと最後の最後にシャンクスは来るのかもね。どうなんだろうな。最後の島に一応行って、でもその時にはもう、ロードポーネグリフは集まってて、でそこで黒ひげに写し的なものを奪われて、で戦って、で負けて奪われて的な、そんな感じかな。だから島を用意してんのか。でもワノ国行ってまたホールケーキアイランドに行ったら面白いね。でも一回あれかな、エルバフ行って巨人と仲良くなって、ビッグマムが従えれなかった巨人を仲間にしてビッグマムを潰しに行くのかな。そんな意地悪ある？でもとんでもないよ。もうビッグマムが従えれなかった巨人の軍団、行くぞーって言って、鬼畜の所業だよね。もうロキと戦うかもしれない巨人の王子ロキも多分竜のミテラノルサウスとか、一応ハイルディンが言ってたのは、あの巨人族初の悪魔のロギアの能力って言ったけど、ちょっと一応見ます。一応俺持ってるんでね、ちゃんと見ます、確認しますよ。それってことはパラミシアとゾーンは誰かが食ってるってことになるじゃないですか、もし俺が言ったことが正しければ。あ、怖い怖い怖い。端末から削除とか一番やめろよ、本当に。あ！なんかすごい長押しが反映しやすくなってる。切れ方尋常じゃないな。違うな。ロギアを食った巨人を見たことがあるかって言ってるから、全巨人族の王になる。ロキとハイルディンの男の血統とかもあんのかな。一応ハイルディンも巨人族の王になろうとしたし。え、でも巨人族の王子ロキっているよな。これが嘘だったらやばいよ。合ってた。ロキ。巨人族の仇を討つのかもしれない。ねえ。で、ビッグマムを倒しに行くのかもしれないな。ルフィたちと一緒に。でも、ロキ、もしさ、竜のミティラノサウルスとかだ、ティーレックスだったら、クソ強いと思う、多分。でも実はロキとかは最低身長12メーターって言ったから、身長ロキは実は高くない説もあるしね。最低身長は最低でも12メーターありますっていうのが、ロキは身長が低い巨人なのかもしれない。12メーターピッタで、うん、ありそう。で巨大ティラノサウルス、でもなんかあんまりすごい戦う感じの王子には見えなかったの。お花あげてたし。でもめちゃくちゃ戦いの才能あるのかもしれない。実は。もう、でも、素は戦いたくないみたいな。そういうタイプなのかな。でもあんまそういうタイプ出すかな。まあでもそんな、
こと考えなくていいや。そんな、これから出るキャラクターなんても先生、小田先生任せでいいし。そこを変に考えると、そこは考察じゃないからな。いやー、黒ひげ謎深まるよな。アシュラ。危機急騰流ってマジでなんだろうなって思ったけど、別にいいよね。だってディアブルジャンプあるんだもん。気迫で3倍になってもおかしくありません。ディアブルジャンプだってヘルメモリーズでなんかあんなでっかいのを焼いてんの、もうメラメラの実じゃん。そんなもん、メラメラの実ですよ、そんなもんは。なんでね、もういいです。さすがもう無理だす。危機っていうのもちょっと覇気とはまた違うのかもね。ミホークがそういう鷹の目って呼ばれてる理由も危機を極めてるから。危機っていうか単純にめちゃくちゃ強い豪傑が出せる覇王色的な、武装色を極めたものだけが使える覇王色的な威圧。覇王色とはまた違うんだけど、豪傑が出せる威圧みたいなのもあるのかな。単純に一応モネも体が動かないって言ってましたがね、何なんだろうね。でもさ、結構あるのがさ、フランキーサイボーグとか目がさ急に赤くなったりするじゃん。あれ何なんだろうね。ちょっと一応、でもフランキー泳ぎが得意ってことは魚人の血がちょっと混ざってんのかな。クロール教えてやるぜとか言ってたから、魚人海賊団の、実はジンベエがお父さんみたいなのないかな。あ、でも結構年いってるもんな、フランキー。アーロンの時の目を見たい。アーロンが切れた時の目だって言ってに関係ねえわ。いやー、ワンピース面白いな。面白い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 。怖いでちゅねキリシグレとキリンシグレは違いますからね。なんかあのどっかのサイトの人が言ってたけど多分違う。でもあれ思ったんだけどさ、ようやく気づいたんだけど、悪魔の能力の名前にかけて必殺技なんだね。スパイダーとかスパークリングデイジーとかなんですか。でもミスターはめちゃくちゃかっこよくないか。ダズボーネス、あれ結構かっこよくない。そもそもあの試合自体がかっこよかったからっていうのもあるけど、あれすげえよなー。なんか
でもそのなんか股の下に敵がいるっていう描写あるよね。まあ、遠近でさ、死死孫孫ってやった時も、ま、股の下って表現は悪いけどさ、股の向こう側にいるじゃん。で、海賊王になる男だって言った時も、クロコダイルがルフィの股下にいるんですよ。あれいいなぁ。あの演出。死死孫孫かっけえなぁ。でも、トレジャークルーズは死死孫孫にするとめちゃくちゃ弱くなります。あの、1個前の、灯籠流しの方が強いです。なんでかって、灯籠流しは1ターンの間力属性の敵の、ダメージを無効化します。ですけど、死死孫孫は多分15倍くらいしかいきません。すごい悲しいね。死死孫孫かっこいいのに。灯籠流しの方が強いです。寝ちゃおっかな、そろそろ。あー、でもワンピースのこともうちょっと喋りてぇな、ちょっと。でも喋ることねえな。あー違う、フランキーのあれ見るわ。フランキーのさ、セニオピンとさ、ぶん殴り合った時の。おう。
おもれーワンピース。おしまい。黙っといてなんもない。あざっしゃ。ワンピースも見ます、普通に漫画読むので。ゴールデンカムイかわ。じゃあね、漫画読みまーす。バイバーイ。すごい嫌だな。あざっしゃ。すごい嫌な終わり方ですね。なんか俺もういつも適当に喋ってるから終わらないのかって言うけど、いや終わらねえや。なんか適当に喋ってるから何言ってるかわからないことがよくあるね。嫌だなみたいなこと言って終わりみたいな、嫌な喋り方、嫌だなその感じみたいな。なんか語彙がないからさ、語彙っていうかね、漢字とかでごまかしてるわけじゃないんだけど、バイバーイみたいなね、そうオーソドックスな嫌さみたいな、小手先の嫌なやつの演じ方が嫌だなって思って、嫌だって言いました。バイ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 、あざした、またねー、あざした、バイバーイ、あざした。